郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、今日は第64回をお届けします。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、前回仏教的かキリスト教的かという先生の、まあ、定義というか解釈ですごくユニークな、勉強になる回だったんですが、先生今日はどんなお話を？その延長でなんかね、まあ、仏教、我々仏教は天性があるっていうふうにか、思われてますよね。だからキリスト教も1500何年か、忘れた、なんとか会議で、ローマ教皇たちがこう否定したっていうかね、わずか400年前までは、500年前までかな、キリスト教も天性を認めてたんだけど、元は。今もそのことがはっきり、否定されたとか、事実が出てきて、なんか、それはもう、キリスト教の方たちも認めたんじゃないかな、はい、認めつつあるというか、お聖夜会議だったら忘れたけど、ちょっと、なんとか会議で、否定してしまったというかね、ローマ、教皇の勢力を広めるために、っていうことがあったみたいだけど、はい、まあ、我々は、天性があるっていうんですかね、で僕思うのは、まあ、ついでに天性の話をすると、天性という仕組みを取り入れると、僕はすごくいいと思うよね。いい。うん。僕もこう、過去に女に生まれたことがあるっていう思いがどっかあるんだよね。へぇー。女の人を見て、この人前世男やったねって人多いよね。強いなとか、女の人に聞いても、あ、私女、男やったっていう人も多いもんね。で、うちの旦那のが弱いとか、女っぽいとかいう人がいたりして。まあ、その逆もいるかもしれないですけどね。だから、女の人生まれたら、その、虐げられた女の悲しみとか、自分がやりたいことやれないっていうのが、こう、わかるし、うん、男に生まれたら、こう、それをこう、なんかね、男の姿とか、わかったりとか。うん、だから、女に生まれたら、男から女に生まれたら、女になったと、女性になった時の、こう、うまくいかない時は、はい、こんなに虐げられるんだとか、うん、相手にされないんだとか、なんか性的にいじめられるんだとかいう感覚を覚えて、うん、今度次転生男になると、男性が女の人をいたわることができるもんね。うんうんうん、そうか。だけどやっぱ、お互いにこう入れ替わるっていうのは、その立場がわかるから、はい、とってもいいよね。生まれ変わる。入れ替わる。うんってことですよね。だから、白人と黒人もそうだと思うんですよね。男も女もそうだけど。まあ、やっぱ白人が黒人をいじめてると、あんないじめた人はやがていつか黒人になると思うよね。うんうん、で、黒人になって、自分が差別と、その、なんか、前途を遮られたり、邪魔されたりする辛さって味わって初めて、自分たち白人が成したことをこう、良くないんだと悟っていくっていうかね。うん、黒人もそうよね。この白人になった時には黒人から白人になった時は黒人自体の自分のあれを認めて、今度は黒人に対してこう手を差し伸べるということができるようになってくるもんね。うんうん、まあだからやっぱりその転生って意味がある。だからうまい仕組みやと思うね。うん、いい方にも悪い方にもこう手を差し伸べたり意味を持たせるというかね。うん、そのことが、こう、とても意味がある。だから、転生の時の苦しみには、こう、意味があって、メッセージがあるんじゃないかなと思うよね。うん、まあ、それは、こう、言い換えると、今生きてることでも、いろんな、みんながこう、はい、もういろんなことで苦しんでるけども、とか、うまくいかないっていうのは、僕もそうやったけど、すごいいいことやと思うよね。いいことって言ったら悪いけど、うん、はい、その失敗と苦しみには意味があって、うん、特にメッセージがあるのね。そのメッセージを受け取らないで、うん、なんかただつまらんっていうふうにこう捨てる人と、そこにメッセージ、この苦しみと失敗のメッセージ、うん、こういうメッセージなんだって気づく人は未来が開けてくるよね。うん、ケースバイケースだと思うんですけど、その苦しみっていうのをそういう視点で捉えたときに、何か前世の時の、まあ、罪と言っていいのか分かんないですけど、そういったものを今、
ここでまたその、まあ、投げたやじゃないですけど、帰ってくるものとして受けてるっていう考え方、もしくは、ここでその苦しみを来世の時に生かすみたいな。そうそう。やっぱりなんかそういういろんな捉え方するといいんですかね。うんうん、だから失敗とか悲しみとか辛いことを、ただ嘆くんではなくて、そこに、これはどんな意味があるんだろう、何を意味してるんだろう、どう生きてる、生きたら、いや、どう生きていけって言ってる、神は言ってるんだろうという、うん、その、メッセージを受け取るようにするんよね。うん、そうすると前世来世のことであるようだけど、やっぱり今世の生き方が変わってきますよね。そうそう、今世の生き方も、立て直すことができるよね。うんうん、自分のなした失敗と人に与えた悲しみを分かることができるから。投げ出すことなんか減りますよね、うん。うん。結構希望が湧いてくるってね。そうですね。今辛いのは、今過去に悪いことしたから今辛いのであって、うん、じゃあ未来を良き方向に持っていこうと思えば、ただ今から未来に向かって未来が良くなるから、うん、何も特にメッセージを受け取るようにすれば、うん、何も辛い人生じゃないよね、うん。どう自分をそこで制御してコントロールして、うん、マイルールみたいなものを作ってきちんとこう、うん、戦わない、争わない、から傷つけない、競わないっていうかね、はい、っていうこう人生ね、こう。そっか。先生、その、今前世の話ありましたけど、そういう、まあ、いろんな捉え方あると思うんですけど、先生なりに前世をそういうふうに、まあ、前世というか天性か、捉えられるようになったっていうのはいつぐらいからなんですか？やっぱり、20代の頃っていうのはもう全く信じなかったね。まあ遊びたかったし、面白かったし、はい、自分のためだけの快楽で、そんなことがあるかっていうのだったけど、うん、やっぱりどんな人もだいたい20代、10代、20代は考えられないと思うよ、うん。でも30代に入ってくると、やっとっと違うぞ、これはなんか、物金見えるものだけでは動いてないなってことに気づくと、人生観がすごく変わってくるよね。で今の話伺っていると、もちろん天性の話ですし、前世、来世の話されてると思うんですけど、なんかもうちょっと言うとその、まあ過去の話だったり、未来のことに対して、なんかそういう考え方してると、今の生き方も変わってきそうですね。その前世、来世の話だけじゃなくて、例えばこういうことを知ってるか知らないかだけで、過去のことをただ悔やむとか、未来を憂うじゃなくなってきますよね。そうだよね。ただ、なんかそんな風にこう、まあそこで20代の時はこの世界限りとか思ったり、今だけとか遊んだり、快楽とか、うん、なんか自分の未来、自分のためだけこの肉体を使おうとか思うけれども、30代に入ってくると、なんか大いなるものの中に生かされてるって気づくなり、うん、自分の親しい人が死んだり、大事な友人が亡くなったり、母が死んだり、父が死んだり、から大事なおばあちゃんが亡くなったりすると、はい、ただ肉体がないだけじゃなくて、なんか存在があるなっていう。うん、気づき始めるというかね、うん、そこがとっても大事だと思うよね。だから、うん、まあ、30代に入ったら、そうですね、見えるものだけ、物理的に見える、動くものだけではなくて、なんか、大いなるものの意志の中で僕らは生かされていることに気づくっていうかね、うん、魂の途中でその向こうには、大いなるなんか、得体の知れない、大いなる意志、得体の知れないやないね。ある導きをもたらすような、大いなるものがあるっていうことに気づくと、人生は変わってくると思うよね。いい方向にね。そうですね。いい方向に。感謝と、祈りと、人のために生きることと、争うことが嫌になってくるから。で、まさに7年前、ちょうどもうすぐ7年ですけど、震災、東日本大震災の時も、まあその事象ではいろんなね、ことを皆さんあったと思うんですけど、やっぱりあそこから先生おっしゃる目に見えないものとか、いろんな、まあ、なんだろう、単純に恐れるだけじゃなくて、逆に大いなるものみたいな、やっぱ感じるようになりましたよね。うん、僕もちょうど逆にあそこで31歳だったので。あ、そうなんだ。うん、そういう意味では、やっぱターニングポイントかな、っていう。うん、だから、人生の前半で貧しいとか、才能がないとか、うまくいかないとか、失意の10年間っていうのは、後半生で、人生の後半で生きてくると思うよね。うん、で、まあ、順調な人は、そういう悲しみとか人の苦しみがない場合は、どういうふうになるかと思ったら、どうしてもこう、制圧的にっていうかね、こう、自分を、こう、上から人生っていうか、抑えて、人をコントロールしたいという方向に行ってしまうから、人の悲しみと喜びがこう、体験できないっていうのは、やっぱりこう、
逆にその人の人生が浅くなるよね。うん、だから順調っていうのはすごい僕良、うん、くないことやと思うわ。そうか。じゃあある意味逆境こそ順調みたいな方が逆行こそ順調ではなくて人生の向上につながると思うよ。ああ、そうですね。うん。順調すぎると。順調すぎると学びがないというか。どういうこと？相手をこう制圧しようとするっていうかね。こう、自分の俺は優れてる人間だから、うん、相手を自分の支配下に置きたいとか、はい、自分の思い通りに行かせたいとか、いう、うん、だから、そういう人たちが国のトップに立つと、うん、すごい国民の言うこと聞かなくて、国の勢力だけを伸ばそうとするよね。なんか自分がすごい歴史上の人物に留めたいとか思うようになってくるから。うん、まあ、じゃあ今日のお話知った上でその天性の考え方があるとやっぱり今起きてることで苦しいこととか、まあ、いろんなことも、まあ、全然捉え方変わってきますね、うん。うん。その苦しみにはメッセージがあり、失敗には何かの意味がある。こう、意味を何かも何かの意味をもたらそうとしてるってことに気づいてほしいね。うんそうですね。うん、さあ、この番組では引き続き皆様からのご質問、ご感想を募集しております。詳しくは、北川八郎ホームページ、もしくはこちらのメールアドレス、北川アットマーク、kiktas.jp、北川アットマーク、kiktas.jp までお寄せください。さあ、そして、4月22日ですね、日曜日かな、中野サンプラザで、先生また東京楽進会が。あ、そうですね。はい、中野サンプラザ。1時半から4時半までということなんで、はい、詳しくホームページご覧いただきたいんですけど、東京楽進会、この番組でも以前も、お伝えしてますけど、これはどういう集まりなんですか？普通の悩む人たちとか、瞑想とか、体験したい人とか、鬱の人とか、対人関係がうまくいかない人たちに、こういうような話を、一緒に瞑想をね、うん、やってみましょう。もう30年近く続いてるのかな。30年か。すごい、あの方が、山崎さんっていう方がいない、ね、京都にいらっしゃるんで、はいはいはい、僕もちょうど2年前の夏にこれ参加させていただいて、そこから先生と出会ったので、うん、ぜひ皆さん、ね、経営者の方じゃなくてもこれはね、どなたでも参加できます、ね。ボランティアで、ね、山崎さんはずっと人のために、すごいオーラの綺麗な方で。そうですね。うん、すごい澄んだ人ですね。ぜひ4月22日東京楽進会皆さん足を運んでみてください。今日は第64回をお届けしました。北川先生ありがとうございました。ありがとうございました。